ピュイドドームとは、フランスのピュイドイコールドーム県にあるにある標高線464メートルの火山。南北に連なるシェヌで、ピュイ火山群の最高峰で、県の名称はこの山にちなむ。県庁所在地のクレルモンフェランの市街地から西へ9キロメートルほどの距離にある。ピュイとは、オーベルニュ地方で使われる。シェヌで、ピュイ火山群では、 大西洋から吹く湿った大気が阻まれて多量の雨をもたらす。雨は透水性の高い火山噴出物の中に染み込み地下水となって再びふもとに湧き出す。これを利用したのが日本でも広く販売されているミネラルウォーターボルビックである。かつてはペットボトルのラベルにピュイドドームの姿が描かれていた。シェヌでピュイ火山群は炭性火山群で ピュイドドームはこれを構成する溶岩ドームであり、およそ1万千年前に噴火してできたものである。麓の平坦面からの飛行は450メートルほど。山体は西側がやや急斜面であることや、山頂が三角形であることから、一度作られた溶岩ドームの東側が大崩壊し、その後、新たな溶岩ドームが埋めて、現在の姿となったと考えられている。 1648年、トリチェリの真空実験を耳にしたパスカルが、義兄ペリエに頼み、ピュイドドームにて水銀柱を使って、真空と大気圧の関係を証明した。この業績により、後に圧力、応力の単位がパスカルと名付けられた。1872年、ローマ時代の神殿跡が、山頂で気象台の建設中に発見され、保存されている。 1956年、放送事業者である TDF の高さ73メートルに及ぶ電波塔が建設された。ピュイドドームには展望を求めて多くの観光客が訪れる。2012年5月には、ラック式パノラミックでドーム鉄道が開業。登録から時計回りに高度を上げて山頂まで達している。登山道を使って登頂することもできる。また、 山体の形状や植生、アクセスの良さから、スカイスポーツの場としても利用されている。クレルモンフェランの町の中心にある巨大な大聖堂は、シェヌでピュイカザ群の溶岩から切り出された石材を利用して、建造されたため、町並みと異なった黒色をしている。ありがとうございます。